やはり特産品というものはとても心強いものですね。そうさな、売れねえってのがないのはありがてえことよ。生物だしな。ただなんせ足が早いかよ。よそに売るには確保の手間ってのがかかってな。ふむふむ。とまこんなもんかねえ。少しは役立ちそうかい？ええ、とても参考になります。本日はお時間を割いてお話ししてくださり感謝に堪えません。なんのなんの、こんなべっぴんさんと話せるんだ、役得っつうもんよ。お上手ですね。団長殿もお付き合いありがとうございます。とってもお勉強になりましたね。お疲れ様っす。網の準備に来ました。お前このバカ、休んでろっつっただろうが。なんで出てくんだ。大丈夫っす、もう元気ですから。本当っす。ご病気なのですか？安易に判断して無理をしてはなりません。そうだ、このべっぴんさんの言う通りだ。しょっちゅうフラフラしてよ。なあ、何もお前が憎くて言うんじゃねえ。でもな、寮に出るたび日焼けで七点抜刀してよ。そうさな、寮じゃなく市場の方に回るっちゅう手もあるんだ。でも俺、親父みてえな立派な漁師になりてんすよ。ガキの頃からの夢なんす。失礼、そちらの方は日焼けがひどいのですか？ああ、どうも肌が弱えみてえでよ、真っ赤っかになっちまうんだ。ひどい時には熱まで出る。なるほど。もしよければなのですが、こちらの軟膏を試してみませんか？私の故郷でよく用いられる日焼けを予防する薬です。そんなもんがあるんすか？ダメで、もともと試させてほしいっす。これだけやる気のある若者を現場から遠ざけるのは避けたいもの。効果があると良いのですが。私が薬を勧めたのです。責任を持って顛末を確かめなくては。次の網あげるぞ。ウィッセ OS 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 OS。 兄ちゃん頑張れよ。驚きました。やはり聞くのと見るのとでは大違いです。せっかく乗せていただいているのですから、私も何かお手伝いができると良いのですが。日が照ってきてから随分時間が経ちますが、体調はいかがです？
絶好調っす。赤みも出ねえし痛みもねえ。本当にありがてえっす。おう、次の網行くぞ。ぼやぼやすんなよ。ういっす。団長殿、今度は私もお手伝いさせてください。ヘレースさん、頑張ってください。はい、では参りましょう。オーエス、オーエス。調子もいいし、こりゃ別品さんのご加護かな。私などむしろ団長殿の方では。確かに菊牛さん、初めてとは思えねえ手際っすね。ほう、ノースバストの探査光線にな。そりゃ納得だ。俺も菊牛さんに負けねえように頑張らねえと。その意気だぜ。何かが近づいてきます。つい消えやがった。こいつらから釣った魚を守るのも俺たちの仕事だ。行くぞ。ウィッス、私もお力になれそうですね。加勢いたします。オイラたちも魔物を追っ払うのを手伝うぞ。やった魔物は俺らじゃ勝ち目がねえような強さだったな。薬のことも魔物のことも本当に感謝してるっす。ありがとうございます。お役に立てて何よりです。団長殿も私のわがままにお付き合いありがとうございました。ところで別品さん、こいつがもらった塗り薬だが、あんたの故郷のものだと言ってたな。はい、伝統的なもので島のクスシたちは皆作ることができます。ってことはそう高いものでもねえな。べっぴんさん、まさにそいつはあんたの故郷の特産品じゃねえか。俺ほどじゃなくても日焼けで困ってるやつは欲しがるっすね。確かにおっしゃる通りです。漁師の方たちだけでなく、この島へ観光に来た方の中にも必要な方はいるかもしれませんね。もしかしたらそっちの方が多いかもしれねえくらいだな。俺が渡りをつけておくからよ。ちょいと商工会と話をしてみな。弟子を助けてもらった礼だ。お気遣い感謝いたします。まさかこのような道筋がここで見つかるとは。縁とは不思議なものですね。お出迎えありがとうございます。知らぬ土地でこうしていただけるとほっとするものですね。ええ、
商談の守備は上々です。あとは国の議会の者たちがうまく話をまとめるでしょう。自分が当然と思っているものがよそでは大変に重宝されることもある。島によって風土が異なるのですから当然のことではありますが、気づくのは難しいものですね。俯瞰する視点の大切さを改めて感じました。これも私の糧となるでしょう。そうでした、漁師の方からお土産をいただいたのですよ。団長殿もどうぞ。瓶はお酒ですが、こちらの包みは骨せんべいというおつまみだそうです。香ばしくて美味しいのだとか。こうして魚を一部分も無駄にしないというのは素晴らしいことですね。我々が生き物をいただいて生きているのだということを思い出させてくれますから。あら、お酌をしてくださるのですか。では一献いただきましょうか。夜の海も昼の海とはまた違った風情がありますね。なんとも贅沢な夜です。